出婚家吉野宏二人がむつまじくいるためには愚かでいる方がいい立派すぎない方がいい立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい完璧を目指さない方がいい 完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。二人のうちどちらかがふざけている方がいい。ずっこけている方がいい。互いに避難することがあっても、避難できる資格が自分にあったかどうか、後で、 疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか正しくありたいとか言う。 無理な緊張には色目を使わずゆったり豊かに光を浴びている方がいい健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなるそんな日があってもいい そしてなぜ胸が熱くなるのか黙っていても二人にはわかるのであってほしい。